私たちが住む星、地球。広大無辺なこの星の大きさを測る試みを人類はなんと紀元前から行ってきました。約2300年も前の時代ですね。その時代にエラトステネスが地球の大きさを測定したと。紀元前300年というガリレオやコペルニクスが登場するより1800年も前に行われた地球を知る試み。その方法は驚くほど単純なものでした。そして地球の大きさを知るということは月までの距離、さらには太陽の大きさまで把握することにつながっていきました。コンピューター使って計算してみようとかそういうことができない時に、それをこう頭を使ってより単純でこう自分たちができる計算の範囲で何かを調べるっていうのはやっぱりすごい。アリストテレス、アリスタルコス、エラトステネス、紀元前に活躍した先人たちの偉業から人類が宇宙を知る第一歩が見えてきました。100円硬貨 22.6mm、 上野の西郷像 3.7m。 こうしたものの大きさを私たちはどのようにして知ることができるのでしょうか。ぐっと視点は広がって地球の大きさ、円周 4万75km。 この距離は人工衛星のレーザー光などを使い精密に計測されたものです。しかし生活の中で地球の大きさを感じることは非常に稀なことです。もし現代の測定技術がなく地球の大きさを知る術がなかったら、私たちは地球がどれほどまで大きくどんな姿をしているのか、未知の期待に胸を高鳴らせたのではないでしょうか。そんな気持ちは人類共通のものかもしれません。遡ること、紀元前300年頃、アレクサンダー大王が大帝国を築き、古代の西洋と東洋の融合したヘレニズム文化が花開いた時代。アレクサンダー大王の死後に誕生したエジプトの王国プトレマイオス朝で、人類史上初となる地球の大きさを測るという試みが行われました。その試みに挑戦したのはプトレマイオス朝の首都アレクサンドリアの図書館で館長をしていたエラトステネスという学者でした。彼こそがなんと初めて地球の大きさを測ったと言われている人物です。しかし時は紀元前、一体どのようにして地球の大きさを測ったというのでしょうか。少し当時の歴史を探ってみましょう。エラトステネスが活躍していた頃、プトレマイオス朝の支配権はアレクサンドリアのほぼ真南にある今ではアスワンと呼ばれているシエネの町にまで及んでいました。そのシエネの町には神が宿る井戸があるという古い言い伝えがありました。興味を持ったエラトステネスはその町を訪ね、夏至の日の正午に井戸の中を覗いてみました。するとちょうど太陽の光が井戸の底奥深く差し込み、影を作らず水面を照らしていました。
これを見てエラトステネスは夏至の日シエネの真上に太陽が昇り棒を立てても影ができないことに気がついたのです。ところが翌年の同じ夏至の日の正午にシエネの北アレクサンドリアの町で棒を立ててみると、なんとシエネでは全く見えなかった影が現れたのです。太陽光線と棒のなす角度を調べてみると 7.2 度でした。なぜ同じ日の同じ時刻にシエネとアレクサンドリアで影のでき方が違うのか。エラトステネスの頭にある考えがひらめきました。地球が丸いことを前提にすれば、アレクサンドリアで影を作った太陽光線の角度が 7.2 度ならば、2つの都市と地球の中心を結ぶ直線がなす角度も 7.2 度となる。 7.2 度という角度は50倍でちょうど360度になる。つまりシエネとアレクサンドリアの間の距離さえ分かれば、それを50倍するだけで地球の大きさが分かるはずだ。早速エラトステネスは両都市間の距離を調べ、当時の単位で約5000スタディオンということが分かりました。スタディオンとは古代オリンピックで使用されていた徒競走の標準的な距離で、現代の単位にすると1スタディオンが約180メートルに相当すると考えられています。この考えをもとにエラトステネスは、地球の円周は25万スタディオン、つまり約4万5千キロメートルだと結論付けました。実際の地球の円周は4万75キロメートル。エラトステネスの結論は約5千キロメートルの誤差がありました。しかし、スタディオンのメートル換算には諸説あり、一説には157メートルだったのではないかとも言われています。その場合、25万スタディオンは39250キロメートル。驚くべきことに、実際の大きさとほぼ変わらない数値となるのです。しかしエラトステネスが導いた地球の大きさは、当時の人々に受け入れられませんでした。紀元前300年頃に知られていた世界の広さは、エラトステネスが導いた地球の大きさの4分の1程度でした。未知の世界が4分の3も残されているとは想像できなかったのです。紀元前の科学史に詳しい日本科学史学会の西条利美さんは、エラトステネスの功績は円周の数字よりもその測定方法にあるといいます。エラトステネスの測定結果を現在の値に比較してみますとですね、 15% ぐらいの違いが出てきますけど、むしろそれは小さいというふうに思うんですけどね。地球上のわずかな2点間の2つの町の距離を測ることで全体の周の長さを求めたということですから、よくぞ 15% の測定誤差の中に収まるだけのですね、測定ができたと。むしろそちらの方に驚嘆すべきだと思うんですけどね。ここで一つ疑問が残ります。エラトステネスが活躍した時代には、平らな地球や円柱の姿をした地球、太鼓の形をした地球など、さまざまな地球の形が想像されていました。中には船の形をした地球など、当時の人々が想像した地球は非常にユニークな形をしたものが多かったのです。にもかかわらず、エラトステネスはなぜ地球が丸いことを前提に考えることができたのでしょうか。
その答えはエラトステネスが登場するよりもさらに100年ほど前に活躍した万学の祖と呼ばれる哲学者アリストテレスにあるといいます。アリストテレスはですね、彼の天体論の中で地球が丸い証拠を3つ書いとんですね。でエラトステネスはアリストテレスよりもほぼ100年後の人ですからね。やっぱりアリストテレスは全ての万学の祖と言われるぐらいでですね、権威者であったという面もあると思いますので、まあ、そういう考え方は受け継いだと思いますね。アリストテレスは次の3つの観察事実から地球は丸いという結論を導き出しました。一つ目は船のマストと水平線。港に帰る船を見ていると、まず水平線の彼方からマストの先だけが見える。近づいてくるとマストの根元まで見え、最後にやっと船全体が見えてくる。もしも地球が平らな場合、遠くの船は大きさこそ小さいが最初から船全体が見えているはず。よって地球は丸いに違いない。二つ目は北極星の位置。空の星々は北極星を中心に回っており、その位置はほぼ変わらない。しかし南から北へ進むにつれて北極星の見える位置は上がっていく。それは地面が球体をしている証拠に他ならない。最後は月食の影。月食とは地球が太陽と月の間に入り、地球の影が月にかかることによって月が欠けて見える現象。この月食の時、月面に浮かぶ地球の影は常に丸い形をしている。つまり地球は丸いという証拠である。これらのことからアリストテレスによって地球が丸いことはすでに紀元前から予測されていたのです。アリストテレスの丸いという考え方を引き継ぎまして、エラトステネスは、まあ、丸いという考えのもとにですね、観測して具体的に大きさを測定したわけですね。そしてですね、地球の大きさを測るということは、まあ、次の天体ですね、月とか太陽とかを測る、まあ、一つの基準になっていたわけですね。だから最初の出発点、第一歩になったと。地球の大きさを知ることは、その後月や太陽の大きさや距離を明らかにすることにつながっていったといいます。一体どのようにして月や太陽を測ったというのでしょうか。エラトステネスによって人類は初めて地球の大きさを知ることができました。それは月の大きさを知ることにもつながっていきます。エラトステネスとほぼ同時期に活躍した天文学者アリスタルコスによって月と地球の大きさの比率がすでに求められていたからです。その方法は月食の観測を使ったもので、エラトステネスに負けず劣らず非常に単純なものでした。月食では地球が作る影の中を月が進んでいく。そしてこの影に月はちょうど3つ入る。つまり月は地球の3分の1の大きさのはずだ。この結論にエラトステネスが求めた地球の円周を合わせると月の円周は約1万5000キロメートルとなります。しかし実際の月の大きさは地球の約4分の1、円周は1万921キロメートルです。この誤差は太陽光線の特性によって地球の影が小さくなることを考慮できなかったためだと言われています。とはいえ紀元前にこのような単純な方法で
月の大きさまで想像することができたのです。さらに月と太陽を見比べた場合、ほぼ同じ大きさに見えることから、アリスタルコスは太陽の大きさを推測する方法をひらめきます。月が半月に見えるとき、月と地球と太陽の位置関係は直角三角形になっているはず。ならば月と太陽の間の角度さえ分かれば、直角三角形の関係から各々の星までの距離の比率が分かる。そして距離の比率が分かれば、月と太陽の大きさの比率に置き換えることができるだろう。アリスタルコスは何度も観測を行い、太陽と月の間の角度を87度としました。この結果から太陽と地球の間の距離は月と地球の間の距離の約18倍、つまり太陽の大きさは月の約18倍であると考えました。今わかっている実際の太陽の円周は月の400倍以上で、アリスタルコスが出した結果とはかけ離れたものです。しかしこの結果からアリスタルコスはさらに重大な結論を導き出しました。その結論とは、地球よりもはるかに大きい太陽が地球の周りを回っているはずがないというもの。つまりアリスタルコスは当時普遍的に信じられていた地球が宇宙の中心という宇宙観を覆し、地球は太陽の周りを動くという地動説をコペルニクスが登場するよりも1000年以上前に提唱するという偉業を成し遂げたのでした。月を測ることによって太陽を測ると、あるいは太陽と同じような恒星、もっと遠いところにある恒星を測る、まあそういう宇宙の観測をする第一歩になったということで、非常にまあ大きな意味を持っていると思いますね。しかしその後、プトレマイオス朝はローマ帝国に滅ぼされてしまいます。そしてコペルニクスやガリレオが登場する1800年以上後の時代まで、その功績は日の目を見ることはありませんでした。エラトステネスたちが活躍した時代から2000年以上経った今、最先端の観測結果からはどんな宇宙の姿を見ることができるのでしょうか。国立天文台の 4D2U というプロジェクトで、自在に角度を動かし現在観測されている宇宙を見渡すことができるソフトが制作されています。プロジェクトリーダーを務める国立天文台の国防栄一郎さんに、このソフトを使い現在の宇宙を案内してもらいました。これからあの宇宙がどのようになっているかというのを説明していきたいと思います。でまずあのこれが私たちのいる地球です。でこれからどんどんですね、今宇宙の中を旅をしながらですね、いろいろな天体を見ていきたいと思います。エラトステネスが測った地球円周 47,500km です。少し離れてアリスタルコスが測った月円周 19,210km。 どんどん離れていきます。太陽系を包み込むような点の集まりはオールトの雲と呼ばれる彗星の元となる小天体の集まりです。ここが太陽系の果て、地球から約15兆キロメートルという途方もない距離です。さらに光の速さで何年もかかるほど地球から離れていきます。
星々が大きな渦を巻いているのが見えてきました。これが私たちの住む天の川銀河です。大きさは端から端まで10万光年、光の速さで10万年もかかる、想像もできないような大きさです。この中で地球は銀河の中心から約3万光年離れたところにあります。さらに離れていくと、天の川銀河よりも一回り大きい銀河が見えてきました。アンドロメダ銀河です。大きさは天の川銀河の2倍以上、地球からはなんと230万光年という途方もない距離に佇んでいます。現在の宇宙観測はこれほどまでに離れた星々の距離や大きさを正確に計測することができているのです。天文学でその星までの距離を測るっていうのはもうすごい重要な問題になっていて、実はその星の種類とか遠さによって調べる方法って結構違うんですね。で、例えばその身近な夜空に見えてるような星までの距離をどうやって測るかっていうと、例えば同じ星をこう、秋と春に見るとその角度がずれて見えるんですよね。そういう、こう見かけのずれから、それ近くにあるものほどたくさんずれるっていうものを利用して測ったり。現在行われている宇宙観測は距離によってさまざまな方法が用いられているといいます。その中で比較的近い星までの距離を測る際に用いられるのが見かけのずれを利用する方法です。まず目標となる星を観測し、見える角度を測ります。そして半年後、地球は前回観測した場所と太陽を挟んで反対側に移動します。この時同じ星を観測すると見かけの位置が大きく変化します。この見かけの角度の違いから目標の星がどれだけ離れているのかが分かるのです。これはなんと紀元前エラトステネスたちが行った方法と同じ、2点の角度差から距離や大きさを計測するという見かけの変化を利用した方法なのです。すごく単純な原理ですけど、やっぱすごい強力で今でも使われると。今だとそのコンピューターがあったり衛星技術があったりとか、そのいろんな技術を使っていろんなことができるし、僕らもすぐにコンピューター使って計算してみようとか思うんですけど、そういうことができない時にでもその知りたいっていうことがあって、それをこう頭を使ってより単純でこう自分たちができる計算の範囲で何かを調べるっていうのはやっぱりすごいことだと思います。現代のような技術がない紀元前にでも単純な方法によって宇宙を知ることができました。そしてその方法は今でも使用され、私たちの知る宇宙の姿を描き出しているのです。人間というのは非常にちっぽけなものですね。大きさも1メートル2メートルぐらいの大きさですわね。そのちっぽけな人間がですね、この地球の大きさを測り、月までの距離を測り、太陽までの距離を測りと、その時代時代に測れなかったことが測れていくわけですね。その時に測定できなかったことが技術の進歩で測定できて、数値化できて、大きな世界へと観測によって分かっていくということは非常にこう面白いし、そういう宇宙の大きさを究明していくその原点にエラトステネスは置かれているように思いますね。さらに近年の観測結果からは大気や水の存在を期待される星も見えてきました。しかし現在の技術では地球の他に生命の存在を確認することはできません。極
紀元前に地球が未知の存在であったように、今日の私たちにも宇宙という未知の存在がまだまだ広がっているということです。その未知の宇宙も、かつての先人たちが行ったようなひらめきに満ちた方法で解き明かされる日が来るのかもしれません。